Hey yo! ケンツムシュー！実際今日も願ってくんですけど、皆さん、スケゲトンラッシュがですね、今一周回ってあちいというところです。というのも、スケラの何が良かったかっていうと、まあ、ゴブリンの呪いで、まあ、全部ゴブリンに変えられたら簡単に守られちゃうよねって話なんだよ。まあ、ただ、ね、まあ、ゴブリンの呪い関係でみんな分かってると思うんだけど、ゴブリンの呪いは後打ちの方が強いんだよね。要は、スケゲトンラッシュ打ってゴブリンにされたのを、そのゴブリンに対してゴブリンの呪い打って矢ダメ打つと、すべて逆にゴブリンに変わるっていうところで、まあ結局スケが強いよねっていうところなので、やっていこうと思います。てかさ、ダイナマイトゴブリンもさ、強いよね。ということで、早速やっていきましょうか。ちょっとトラ上げの方ね、やっていこうと思います。ということで、使っていきます。よろしく。まあゴブリンマシンがね、ちょっと遠いからね、これ使ってもいいなっていうところではある。さあ、ゴブリン出してあげて、まあ、テスラで様子見。呪い持ってるかな、相手。このデッキでちょっとぶち上げも見えるね。さあ、ベビドラ。まあ、リトプリまで出しといて。まあ、これはスケラウト。さあ、どうやって相手守ってくるか。まあ、であれば、スキルだけ使って、ちょっとたまにダメージだけ与えそこ。バルーンとかっぽいか。ちょっとここダメージ与えといて、マスキー痛いけど、まあ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 。よくわかんない出来だったな。ランバーマスケ、はい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 、チグから行くか。チグから、まあ呪いはさ、結構動画でも言われてるけど、どっちかでいいよな。ゴブリンに変えるオアデバフのどっちかで良さそう。ゴレか。まあこれはスケラ打ち込んでも良さそうだな。打ち込んじゃおう。で、ひとまずスキル。で、ベビドラを処理するための、ちゃんと寄せ気味のテスラ。一丁異例の。一旦はゴブリン。で、まあ、呪いも使って、処理できてゴブリンに変わったらいいけど、変わんなくたっていい。まあ、これはもうグッドゲームかな。いやー強いね。守るって時にね、もう守りきれるのが強いわ。よし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 。まあ、ゴブリンをワンチャン縦線にしてもいいかなとは思うが、まあ、ゴブリンだとちょっとゴブリン呪いも耐えれるしで、まあ優秀だよな。スキラダシーの、まあ、要はこんな感じで打ってあげて、出てきたやつゴブリンの呪いとか打ってあげても、まあ、この矢の雨でもう一回ゴブリンに返すってね。まあ結構呪いは使われてるカードだから、この動画中でね、そのシチュエーション見せかけるといいな。よし、ガンガン行こう。ガンガン回していくぞ。さあ、よろしく。なんかプリンセスタワーもね、徐々にいるんだよな。前ほど、ダガーガールガチ一択ではなく、まあ、プリンセスタワー使ってる人もまちらほら。まあ、ただ、ブラスターはそんなにないよな。ホグ。アイスウィズホグか。まあ、一旦様子見かな。バルキリーね。行ってやってもいいな、これ。メガナイトか。これ、6砲処理してほしい。
でかすぎ。さあこれは行こう。さあここに対してゴブリンの呪いで4秒後にゴブリンになると。いや強いなこれ。もう二段式スケラだもんなこんなん。いやまさかスケラの天敵と思われるカードがスケラと組むと強いとはね。とんでもないよな。さあテスラ出してあげて、テスラも強えと。もうコウモリ出てくるのが分かった以上スケラ差し放題ではあるな。まあこれもちゃんとこんな感じで守ってあげつつ、メガナイト来てもそのゴブリン呪いじゃねえわ、こいつだけ走るんだよね。いや強すぎないこの組み合わせ。まあ、テスト屋でビーンって処理してあげて、いやなめでちゃんと処理、強すぎるな。まあメガナイトかな。まあ呪いも打ちつつでいくか。やっぱコウモリとかな、こうやってしょれんのがガチでかいな。まあさすがにグッドゲームですか。いいね、気持ちいいな二段式スケラ。呪い持ってる時にスケラに対して防衛で打たない方がねいい気すんだよな。呪い返しされるからな、なんか難しいよね。まあ棒っぽい安牌か。うん、結局スケラに対して一番の有効だは棒っぽいしかないって感じになってくね。いやーおもろいよなこれに関しては。スケが死んだかなと思ってたんだけどね。さあよろしく。まずナイトから入って、どうしよっかな。まあリトプリー後ろからでいっか。まあスキルまで使って守っておきましょう。ゴブリンだしの、まあこれは一旦まあテスラ出しとくか、暇だし。やっぱこのねダイナマイトゴブリンでちょっとダメージを稼ぎたいんだよね。さあこれ入る、これ入んの強いんだよな。で、こっから処理しながら走っていく。さあ、何で受けてくる？来た、これは。これが強いんだよね。これマジずるくない？ずるいよな。マジで対策してないデッキだと吹っ飛ぶもんね。まあ、そうなるとやっぱゴブリン、まあ、ゴブリンに、変える方がまあアイデンティティだよな、このカードで言うと。いや、となるとデバフをなくすしかないね。これも勝ったな。この形が止まんねえ、シンプル。これがね、止まんないんですよね。で、ゴブリに変えて、カウンターも割と防ぎつつ、苦しそう。いやまさかダイナマイトゴブリンがこんなに厄介なカードだとは思わんかったな。まあクラローってやっぱそういう意味では実装されてみないと分かんないこともいっぱいあるよね。何デッキこれ相手、ランバーマスケデッキ。
もうやることねえな。得体の知れないまま終わった。あ、バルーンだ。まあ呪いのデバフでちゃんと守れるしみたいなところだね。いやー、強い。皆さん気をつけてくださいね、このデッキ本当に。現地調達でスケラからのギャングからのね、ギャングじゃない、スケラからのもう一回ゴブリンだけできるのは熱すぎるな。いやー、まあリトプリ出してボイド避けしないとね、ちゃんと一旦ないとか。まあ、矢の雨かな。シンプルに単体バルーン来ても呪いとダガーでいけるから、処理はそれで行きたくて、まあ一発ぶっ込むか。いやー、これね、ごめん、ミスです。これどんくらい入る、これ。いやー、やってまったな。呪いがんかったわ、反射で打ちまった。いやー、これはやっちまった。なんかもう見えてきたから行くしかねえっつってやっちまった。待って、3コス矢の雨でよかったね。で、呪いは防衛に使ったり、今のは多分左も守りきれてたね。まあこっからは頑張るしかない。とりあえずここに対してスケラで1本折って、雪玉切ったらリトプリが絶対止まんない。矢の雨使ってゲーム守れた。まあ一応ね、ゴブリンで両サイに圧だけかけといて、そう。まあひとまず攻めましょうか。いやー、どうだこれ、守りきるかな。お、いけるね、意外と守れるね。いや、どっち狙うのがいいかな。割とキングタワーか。まあ、とりあえず回して、雪玉も来るだろ。矢なめ使う。で、ゴブリンで爆発する。これが入る。強すぎ。よし、行け。入ってる。オッケー。いや、意外と守れるんだな、あの形。やっぱ呪い矢の雨強いな。呪い矢の雨で意外といけるんだ。まあ、って考えたらやっぱ万能すぎるか、一旦。このデッキおもろいね。このデッキおもろいわ。ダイナマイトゴブリンがスコ。
こいつぐらいの進化度だったらおもろいよなマジで。まあ、ダイナマイトゴブリも出して射程も地味に偉いしな。はい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 。ロケ砲メガナイトマスケね。まあ逆祭ちょっと圧かけつつ、なんかトルネとかも減ったよな。あんなに強かったのに。さあこれはスキラ行こう。さあメガナイト受けね。まあ、これはダメージ大きく入る。いやダイナマイトゴブリンがいいよ。これもう一発いかねえか。さすがにか。なんとかか、なんとか耐えたか。逆サイダガが強い。逆サイダガがナイト大事なの。ナイトナイトぐらいしかまともな陸受けがないから今ちょっと焦っちゃったね。まあこっからはなるほど、リトプリ出しつつ、まあ、ロケ砲とかちゃんとケアしないとな。デバフが強い。デバフが、さあ行ってこい。もう小物いないもんな。いやーこれが走ってドガーン強っ。あとはそうだよね、やべ普通にミスった。爆破でセーフ。あぶね、呪いと矢の目ミスっちまったけどなんとかなったわ。よしよしよし、あと2試合ぐらいやるか。あと2試合ぐらいやっていこう。はよドラギしてな。これ上位帯で使ってみたい。展開以上でよし、よろしく。なんかずるい匂いがしてんだな、このデッキに関しては。テスラ置くか。進化テスラがな、強すぎてな。ボーラーね、ボーラー。対空は貴重だから置いといて。マジアチャ。いや、なめ？まあ、行くか。入れまあ、リトプリと真ん中ナイトで。下が寄せて守りロケだったらもう何でも OK。 前ってねスケブとか出すとね、もう持ってけちゃうからな。さあラム、ここら辺でグイッとしてあげて。ダイナマイトゴブリンスキラの形に呪いまで構えたら一旦ノーダメ防衛は結構難しいもんな。まあ、呪いも出しといて、守りゲー、オッケー。
まあ防衛カードは。ロケ砲がいたぐらいかな、気をつけるべきは。範囲も広いですよと。てか今気づいたけどすんげえ敵だなこれ。オッケー、テスラムキムキ。でまああとはもう来るスケベトン部隊に対して、いやジージー、よし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 。まあこういうなんかテンプレじゃない相手に対しての立ち回りとしてはもうなんか探るしかないね、探っていくしかない。どんなデッキなんだろうみたいな感じの探ってて頑張るしかないかな。よしラスト行こう。ちょっと俺がトカゲすんの遅すぎてタワレベ格差が多いな。ちょっとこのデッキでぶち上げとこう。一旦展開まで上げてみよう。これで糸プリダイナマイトゴブリンだしの、すらな。飛ばしてみよう。飛べ。いや入るんだよね。そうこれさえ入っちまえばもうオッケー。いや今回は棒っぽい持ちか。今回はボーポイ持ちね。どっかでポイズンなしの状況を作って攻めてえな。とりあえず形組んで、いいぞいいぞいいぞ。まあ出してくるかな。出してこないんであれば棒っぽい打たせてこっちで攻めよう。行ってこーい。いや強い。こういうこともできますと。あとなんかもう防衛テストが出して勝ちか。強いね。やっぱスケラは楽でいいな。よいしょ。こいつはいいデッキだ。いやこれもね、あそうだ、最初に言わせてたんだけど、松本っていう松本っていつもの俺が超好きなデッキクリエイターのトッププレイヤーが使ってたデッキで、おもろーと思ってね。いやもうラストが止まんねえや。さあよろしく。オーブン、オーブンは奇妙だね。なんかこういうのかわいそうだもんな。もうオーブンとかもう一マスしたか。もうスケがとりあえず打ってから考えよう。まあここら辺も一旦待ちの、まあここでやの雨か。これオーブン見て、何も機能してない。ダイナマイトゴブリン出して
リババか。射程が 5.5 あるからな。爆破で処理しつつ、これはもう終わりでしょう。何が来てもいいように出しとこう。これ罪で最低。あれ、なんかレイジダガガール強くね。なんか防衛レイジダガガールってもしかして可能性ある。もしかしてだけど、なんかスケケに対してめっちゃいい守り方できるみたいになりそうじゃない。オーブンね。これ打っていいな。この進化ナイトの場持ちがここに来て、私さ、テスラ俺下手すぎない？マジでね、テスラ下手だからね、使いたくないんだよな。ちゃんと位置ちゃんとしないと。まずはテスラの使い方から覚え直さないと。テスラなんてスケラ、クロス使いしか使わないだろうっつって、なめ散らかしてた。めっちゃ火力出るもんな。これも入るんだもん、やばくない？もう呪いで落とせるもんね、これ。いやーっていう感じのデッキがですね、まあ非常に面白い。呪い持ち相手とかにも刺さってくので、ぜひ使ってみてください。ちょっとこれで俺も限界までトライしてみようかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。まあ明日は格上がりとでも一緒に出してみようかなと思います。おつめし、バイバイ、またねー。